気合入ってるなと思ってあのスタジオに今入ってみたらスタッフが YouTube より少ないみたいな。カメラもな。3人たどって千鳥にタッチ。3人は無理やって。なめるなよ千鳥を。元祖瀬戸内のスターカムバック帰ってきましたね。ゴーホームで嬉しい。過酷ですよ。緩いようでぬるい感じなんだけど厳しい。何日のちさん合計4日。高速4。55歳です。夜7時になったらね、なんだなんだもう元気なくなるんですよ。家もこいつなってるし。295キロ。新幹線乗し上げて。55歳にやらすロケじゃないよ。疲れきっとるかな。めっちゃしんどいよこのロケ。嬉しいのはいろんな方、高松の方や新居浜の方やあと宇部の方とこう触れ合えるのは最高にいいですね。いいところ伝えたいなっていうのは僕の任務だと思ってます。テレビをご覧の瀬戸内の皆様、ちょっとでもね瀬戸内の素晴らしさや、ね、素敵なところをですね、ロマンチックに伝えてらげたいなと思ってます。ちょっとごめんなさい、もう一回お願いします。噛んじゃった、すいません。お父さんご存知です、この二人。どうも、はじめまして、イエスミキャン。友達の福屋さんに。繋がったよ。写真とかもしあれば、はい、ご用意していただければありがたいですね。イエスミキャン。イエスミキャン。オッケー、イエスミキャン。これは泣けましたね。23日水曜日、瀬戸内の人見てね。